RF50mmF1.2 を EOS R6 につけて撮影しました。はい、ピーチョートです。ピーチョートは写真と動画の撮影を主な仕事で行っています。今回は EOS R6 に RF レンズ 50mm 単焦点 F1.2 のレンズをつけて、まあ写真と動画をちょっとまあロケで撮ってきたんですけど、モデルの撮影をで、まあそのまあそれまあ後でちょっと作例見ながらお話ししようと思うんですけど、実際ね、今ねこの撮影、この僕を撮ってるこのカメラ自体も EOS R6 で50mm 単焦点 RF50mm の F1.2 で、絞りね、今 F1.2 開放で撮ってます。どうですか、これがあの動画での開放の絵です。後ろのボケ方が多分とんでもなくボケてるんじゃないかなと思います。で、今これ瞳 AF がもう自動でっていうか、まあ当たり前ですけど、あの動画の瞳 AF がこう、もう多分前に行けばここに多分ピント合ってますよね。こう行ってもだいぶフォーカスが追いついてきてるんじゃないでしょうか。うん。で、今はね、多分ね、このマイクで撮ってるんで、そのフォーカスの駆動音はそんなに気にならないと思うんですけど、これで収録してるんで。でも多分ね、内蔵マイクとかで撮るとね、あの大きくフォーカスが動く場合はその中のあのレンズのフォーカスの駆動音がね、まあまあ大きいんで、クシュクシュクシュっていう音がまあ結構すると思います。まあ今はこっちのマイクで撮ってるんで気にならないと思いますけど、まあでもこうやってまあこれぐらいのスピードで動く分にはフォーカスは全まあそれなりにまあ追いついてきてるんじゃないかなと思います。ちょっと僕ね、今液晶画面で確認してるんで遠いんで詳細はわからないですけど、まあでもカーソルがしっかりついてきてるんで、まあ多分大丈夫じゃないですかね。で、まあもしかしたらあの後ろの写真とかにあの顔認証がバッて映って、途中からね、僕気づかなくて、僕がピンボケで後ろにフォーカスがあったりすることもあるかもしれませんけど、ちょっと今もう途中でその液晶画面ちっちゃくって、まあ距離で 50mm なんで、まあまあ距離離れてるんで、あの僕ちょっと気づかずにフォーカスが外れた状態で途中からお送りする可能性もありますけど、もうそれはそのまま流そうかなっていう感じで思ってます。はい、まあこんな感じかな。もう今はもうバッチリ顔に、瞳にあるのかな、もうここにカーソルが来てます。はい、でこっから見た感じでもね、後ろのボケはかなりボケてる感じなんで、多分モニターで YouTube で見てる人たちは結構ボケてる感じはわかるんじゃないでしょうか。はい、まあこんな感じで動画と写真をね、海で撮影してきました。で、前にもね、R5 だったっけな、 R5 とこのレンズの組み合わせで撮った作例を以前にもアップしてるんですけど、まあ同じような状況で、R6 と RF50mm を組み合わせて海で撮ってます。で、これもね、あの前に撮ったのと同じ感じでね、結構ね逆光でバーッつってこうレンズに太陽が入るようなアングルとかをいろいろ試しながら撮ったりしました。で、まあカメラが R5、R6 の違いはありますけど、まあ、前回というか何個か前の動画は R5 とあの組み合わせで撮ったんですけど、今回 R6 で、 R5、R6 の違いはありますけど、まあ同じレンズなんで、まあ写真とか 絵的にはね、もうまあ多分ほぼ一緒じゃないかなって思います。僕的にはもうそんな変わりはないと思います。もう R5、R6 はね、画素数とかが違うぐらいで、絵作りその画質的なものはね、もう僕はもうそんなもうほぼ一緒なんじゃないかなっていう感じで使ってます。はい、なのであの画質がその前の動画見ていただいた方にはそれほどあの違いがあるようなあの絵作りにはなってないと思うんですけど、今回はね、あの写真だけじゃなくてプラス動画もちょっと流すんで、よかったら見てください。じゃあ最初何か動画から見てもらおうかな。はい、じゃあ動画から見てもらおうと思います。はい、じゃあ動画、はい、動画はねこんな感じです。はい、まあ、これもね逆光で撮ってるんですけど、まあ、あの水平のアングルで撮ってるんで、太陽がレンズの中に直撃するような感じはちょっと避けて撮ってます。フォーカスはもちろん瞳 AF に任せっきりで、横顔なんですけど、まあ
フォーカスはまあ瞳認証をしたり顔認証をしたりっていうのをまあ勝手に切り替えて、まあ特にマニュアルフォーカスにもせずにオートフォーカスにもう任せっきりで今回は撮影してます。でちなみに手持ちです。手持ちで撮ってます。はい、岩場に立ってるんで、まあ、不安定な場所で、手持ち撮影なんですけど、まあ、手ブレ補正も合わせてこんな感じ。まあ、ただねこれね、フレームレート 60p で撮って、2分の1の長さと、スピード、スロー再生にしてるんで、まあ、普通に撮ってるのよりかさらに手ブレはあんまり気にならないかもしれないんですけど、まあ、だから 60p で撮って、半分の、半分の速度倍速じゃないな、まあ、50% のスピードにして尺を倍の長さにして、まあ、だからスローモーションっていう感じでやってます。そうキャノンログで撮ってるんで、まあ、ちょっとだけグレーディングしてるんですけど、グレーディングはもうトーンカーブでちょっとコントラストつけるぐらいかな。はい、で露出ですけど、露出はねファインダーを見ながら、まあ、あのゼブラ、白飛びするところがゼブラになるようなあのゼブラの表示にしてたんで、まあどこ、まあ、後ろの空がどこまでゼブラで飛ぶかとか、まあ、そんな感じで見ながら、まあ、だからもう完全にもうほぼ見た目で、まあ、これぐらいがいいかなっていう感じの、まあ、ざっくりした露出の測り方で撮影してます。はい、で絞りなんですけど、絞りはね、まだね全然明るい時間帯で、まあ、逆光で、まあ、撮ってて、まあ、影側から撮ってるんで、顔の部分はだからまあ順光よりかはちょっと暗いんで、絞り開けやすいんですけど、まあ、それでも、昼間だったっけな、ちょっと もう夕暮れ気味の時間帯だったんですけど、まだまだ明るいんで、開放 F1.2 では撮れてなくてちょっと絞ってます。でちなみにね ND16 をつけてます。で感度はねキャノンログで撮ってたんで感度400だから、感度400で 60p で撮ってると全然 F1.2 とかではもう明るい時間帯は無理なんで、まあ、ND フィルターが必要ですけど、まあ、その時に、ね、持ってってた ND フィルターは ND16 だったんで16つけたけど、まあ、1.2 では全然撮れないんでちょっと絞って撮ったと思います。はい、で次写真いきますね。で写真の方はね、開放 1.2 で全部撮ってます。まだだからシャッタースピード8000分の1秒、そうやな、8000分の1秒で切っとる時もある気がするな。8000分の1秒とか4000分の1秒とか、まだだから全然明るい時間帯だったんで F1.2 で、まあ、写真でギリギリ撮れるかなっていう時間帯。まあだから太陽の向き、逆光とか順光で違いますけど、だからもう順光でめっちゃ明るい状態で撮ったりすると多分8000分の1秒でも F1.2 感度100でも撮れ、露出オーバーになる感じなんで、まあちょっとこう向きを変えながら、まあだから基本逆光っぽい感じとか、ちょっと影の木漏れ日とか影になる部分とか、まあ、そんなところで開放 F1.2 で撮れるようなところで撮ってる感じかな。はい、でまあこんな感じです。でまあ前のあの R5 で検証してる時も同じでしたけど、その太陽がねレンズの中にバシッとこう直撃するような時はすごいねもうまん丸のねフレアがバーッと入る感じ、大きいやつが。だからこれはもうこのレンズの特徴だろうなと思います。もうめっちゃ綺麗なやつがわーってもう盛大に入るんで、まあそれのね、まあそれを生かして、まあ写真に生かすのは全然ありだと思うんですけど、生かしたくない時はまあ邪魔っちゃ邪魔だから、こう、フレアが出ないようにちょっとカメラのアングル変えたり、こう移動させたり、レンズの中でそのフレアがあの被写体にまあ変に被らないようになアングルを探したりみたいな、まあ、努力が必要かなっていう気がします。はい、まあでも全般的にもう前の動画でも言ってますけど、その RF50mm F1.2 はもうめちゃめちゃ優秀なレンズなんで、まあもう文句のつけどころはもう全く僕はないです。もうすごいレンズだなと思います。はい、まあもうで毎回言いますけど、ただ重くて高いっていうのがもう唯一2つかな、まあ、重い、金額が高いっていうこの2つがまあちょっとネックなんですけど、まあ、それ以外はもう映像、あもう一個あるか、その駆動音が、あのオートフォーカスの駆動音がちょっとうるさいっていうのが、まあ、この3つかな、まあ、この3つがちょっとね、デメリット的な部分ではありますけど、まあ、それをねはるかに超えるメリットの画質、もうすごい画質を提供してくれるんで、もうまあもうそうやな、文句つけようがないね。
写真をね中心にやってる人はね、まあぜひ使ってもらいたいなと思うし、まあ購入全然大検討したらいいかなと。まあ高いんで、まあもう全然気軽にお勧めはしませんけど、まあ かなり満足できる写真は撮れるんじゃないかなと思います。ただまあ優秀すぎてちょっとこう面白くないっていう人たちも多いとは思いますけど、癖がないとか、優秀すぎる、もう優等生すぎるみたいな、ちょっとこうそういう面白みは、そういう点でちょっと面白みがないっていう人はいるかもしれませんね。まあ、ただでも仕事で撮影する人たちからしたら、もう仕事でもう文句言われることがない写真を必ず提供してくれるなと思います。まあ、だからそれで文句言われるときはもう撮影者の責任だと思います。で動画に関してはね、まあさっきも言いましたけど、駆動音が結構まあ、内蔵マイクとかには入るぐらいの音なんで、まあ、駆動音に注意する必要があります。だからマイク、まあ音声を一緒に同時に収録する場合は、まあ音声収録のそのマイク関係をちょっと工夫する必要があるかな。もしくはまあマニュアルフォーカスで、マニュアルで合わす。でまあなんかイメージムービーみたいな感じの時で、まあ BGM を後ろにバッてつけて、まあ音声使わないっていう場合はもう全然積極的に使えると思います。まあだから F1.2 のもう絵を使おうと思うと、まあそんななんかねドキュメンタリーとかでよく長時間こうその場の現場の音を取りながら撮影っていうのは、まあそんまあ少し使ったとしてもそんな長尺で使うことはないと思うんで、まあ、基本的にやっぱイメージ映像、イメージ的な感じの部位を撮るときに使うんだろうと思うんで、まあ後ろに BGM を重ねたりすればまあ問題ないんで、まあ動画でも全然使えるのは使えますよね。まあでもただやっぱ写真の方がまあ使いやすいんで、写真で使いたい人はもうぜひ誰かから借りたりレンタルするなり、なんか一回使ってみて、まあ購入するかしないかを検討しても全然いいんじゃないかと思います。はい。で今ね、僕が今手元にある RF レンズはその 50mm と、あとズームレンズの 24-105 の F4 投資のレンズがあって、まあやっぱね絞り開放値が違うんで、その開放で撮った時の絵はね全然違うんですけど、その24-105の方もね、ズームレンズとは思えないぐらいのなんかこの切れ味というか、そのキリッとした感じ、輪郭がピシッとこう解像感がすごい感じ、だから EF レンズ時代のズームレンズとはまたちょっと一味違うなっていう感じなんで、まあズームレンズだからといってバカにできない感じはありますね。まあただやっぱ開放値が違うんで、やっぱなんかもっとこのすごい、ボワッとしたボケが欲しい人は、まあ F1.2 とかいいと思います。 F1.2 ってソニーとかだと F1.2 は純正では出してないし、ソニーユーザーからしたらまあ羨ましいレンズだろうなと思います。うん、僕もだから今メインで仕事では α7-3 ソニーのカメラ使ってるんで、50mm の単焦点は 1.4 がもう最高に開放にした時の、絞りなんですけど、まあだからそれがあって 1.2 の 50mm ってどんな絵作りになってるのかなっていうのが興味があって、ちょっとこうテストで今運用してる感じです。はい。でもうちょっとしたら α7-S3 もまあ届くんで、まあその α7-S3 が来たらまた同じように、まあピーチオートの使用用途に合わせたちょっとテスト撮影はまあ同じようにバーってしばらく年内はやっていく感じです。でなんかまあちょっと興味のある人にはまあちょっと興味深い内容かもしれませんけど、僕と興味が違う人たちにとっては全く意味のない映像ばっかりになるかもしれませんけど、まあよかったら見てください。はい。ということで今回は RF50mmF1.2 と R6 の組み合わせで、まあ、写真と動画を撮りました。はい、またよかったら見てください。ピーチフォトでした。ではまた。
Do-be-do-boom-ba-wee-da-dum-be-dum-ba-dum. Do-be-do-boom-ba-dum.